どうも、羽島恭志郎です。いやそのなんかね、本当はフロントガラス割る人のね、雑談しようかなって思ったけど、やることないんだよ別に、思ったけどさ。それでちょっと今のね、そういうブームに乗っかって再生回数稼ごうと思ったけど、喋ることなくない？無職の人でもなんかあれだね。まあそれでね、別にやばい人でしょ。言うことないよな、別にやばい人もいるなって。多分ね、普通の人間はさ、そんなことしないわ。なんか不具合、人間の不具合か、多分精神病でしょ。ねえ、フロントガラス割るか、すごいな。フロントガラスってそんな割りやすいのかな。いやでも割れちゃうんだろうな結局。俺は次の話したいの。なんかいじめのあれさ、すごい神戸だっけ、どっかであったじゃん。あれでなんかどれかそういうのを経験して、なんかそういう人たちを全否定するのも違うって言ってたけど、まあ確かになのかな。でももうしょうがないよね、あそこまでバカなんだからさ。だって普通っていうか頭悪いじゃん、やっぱり。激辛カレー食わしたりさ、嫌がってるのに。でも激辛カレーってなんかその絶妙だよね、面白がって。なんかね、でもそれは違うと思うって言ってる人がいたんだよ、そうやって。なんかでも俺違う、それどうなんだろうな。だからって言ってボコボコに言うのも違うと思うんだけど、なんかでもその言い訳じゃないけど言い分もなんか分からなかった的なこと言ってたじゃん。よく言う学生の、いじめ学生のなんかその言い訳みたいなさ、テンプレみたいなこと言ってんじゃん。みんなそれ言わなきゃいけない約束なのかなって思うくらい言うからね。大バカじゃんそういうのって。多分大人になってもそういうことやってるんだから、なんか俺はもう治んないと思う。希望がない、そういう人たちは。ねえ、希望がないと思う。希望とかそういう話じゃないけど、ちゃんとなんかやめてほしいね、仕事は。もうそういうことするのってなんか、もうそういうやつっていっぱいいるんだよな。なんか警察官になってもなんかのやつで見たけど、しょうもないなって俺は思っちゃうけどね。そういう人間で世の中溢れてるんだろうな。まあ、大バカ者と普通の人、傍観者とやられる方で世の中ができてるんだろうな。なんかただ見てるだけのやつらと、そんなことをしちゃうやつで、そんなことをされちゃうやつら、なんだろうな。やっぱり見てるやつが悪いのかって言ったら、見てるやつは悪くないでしょ別に。基本的にそれにさ、できなくない？いじめをやめなよっていうことは誰もできないと思うな、俺は。そんなやつはそんなグループに俺はいないと思うけど、でもなんかしょうもないなって思うよな、そういうことすんの。でもそれでなんかカレーを禁止って言ってんのも、まあこんなバカがいるんじゃなんかな、何でもバカバカ言ってるんじゃないかっていうけど、なんでカレーやめちゃうんだろうね。だってカレーってさ、子供が好きでおなじみってくらいさ、みんな好きじゃん。俺はハヤシライスの方が好きだったんですけど、そういうのやめてどうすんだろうって思うね。でもなんか悲しいよね。なんでいい奴らが割り食っちゃうんだろうね。やっぱいい奴じゃダメなんだろうな。やっぱり。みんながいい奴だったらいい奴っていうのはいいんだろうけど、
そのさ、なんでそういう対象もすごいいい先生なのに、その天職みたいな感じじゃん。だってその先生にだって子供が大好きっていうか、子供の笑顔好きっていうかね、なんかそれでこの職についてで、それだけが忘れられる時だったみたいな感じで、超いい先生なのに、そういう人がなんかね、そういうのに食らうって。いやでも俺やっぱ違うと思うのよ、俺はその人。いやでも俺違うと思う、やっぱそのなんだ、何に違うかって言ってると、そのそれ大バッシングする人は確かにないかもしれない。みんなで寄ってたがって、そのいじめしたやつクズだよなっていうのはちょっと違うっちゃ違う。確かに俺たちもいじめのようなことだからね、別に。だってそいつは何も解決しないし、確かに。よりそのなんか加害者が被害者になっちゃってさ、被害面できちゃうもん。そいつらにはなるべく何も言わない方がいいんだよ。そいつらこういうことがバラされちゃってって言って、でネットで苦しんでって、そういうなんかさ変な言い訳するじゃん、そいつら。それもさせないくらい俺たちは何も言っちゃダメだと思うんだよ、やっぱり。こういう件になったら、へーって、無関心じゃないけど、まあそれ相応の罰をねで終わりだと思うんで。やっぱネットの効力って、何十万人の人の悪口が言ったらさ、そいつらも被害者になっちゃうから絶対やっちゃいけないと思う。でもみんなやるだろうけどね、うん、関係なく、そのなんかその免罪符じゃ、やっぱ悪いやつに悪口言うのは別にいいだろみたいな、そういうのがあるから、そういうのを使われていっちゃうんだろうけど、本当にそいつらを許せないんだったら俺たちは何も言っちゃダメだと思う。擁護も何もしない、そいつらには。だってなんか聞けば聞くほどなんかクズっぷりっていうかさ、なんか発端が障害を持ったこのモノマネをして、それを笑わなかったから怒ったみたいなさね、なんかもうどうしようもないクズっているんだなって。その別に発端がただムカつくだけって言ったらそれもムカつくけど、わかるんだけどさ、この世で一番やっちゃいけない動機の始まり方くらい、なんかクソオブクソっていうかさ、すごくない？逆にクソ役マンじゃないけどさ、クソビンゴだよね。それはビンゴしちゃってんじゃん。そんなクソみたいないじめすることも最悪なのにさ、ねえ、そんな始まりから始まる？障害者の、障害児っていうのかな、障害を持った子のモノマネをして、それでお前笑わなかったのが発端ってさ、それで多分そういうのやめた方がいいと思いますって言っちゃったんだろうね。言うだろそんなの普通にね。なんかすごいかわいそうだよな。すごい教師に、まあ、向いてるのかわからないけど、いやでも向いてるっていうか、天職じゃん、その人にとって。その子供の幸せもあるかもしれないけど、そのいじめられた人にとってすごい楽しい仕事なわけじゃん。でいろんな生徒のことを見てたりとか。いやでも俺はなんか今回の件で俺は見てなさすぎだと思うな。寄ってたかっていうのはおかしいって言ってた人がいるんだけど、まあでも寄ってたかっていうのはおかしいんだけど、そういう風潮あるじゃん。別に解決しないからな、俺たちが何言おうとも解決しねえんだよ。うん、でも叱るべき処罰をとしか言えないよね、なんか、うん、俺たちがって言って、うん、俺もみんなに くくられたくないんだけど、そんな悪口言ってる人たちね、みんなをお前と一緒にされたくねえよって思ってるだろうけど、なんか、その神戸のいじめの件も、どこまで行ってもなんかしょうもないやつってしょうもないんだなっていう。人間どこまで行ってもクソはクソ。なんかいい人間が割り食らうのほんと嫌だね。やっぱ強くなきゃいけないんだよな。優しくあって、優しいだけじゃダメなのかもしれない。優しいっていうか性格がいいだけじゃダメなのかもしれないな。うん、悲しいね。強くならねばいけないよな、やっぱ。そんなやつに利用されるの嫌じゃん、尺に触るじゃん。悲しい世界だな。別にそいつもどうしようもないクズだったらよかったのにね。なんか
ね、別に すんごい全然めちゃくちゃ体罰するみたいなさ、新人教師がそういうのを受けてたらさ、まあ、それもおかしいんだけどさ、いじめられていい理由なんてどこにもないけど、救いがなさすぎるよね。そんななんかすごい天職みたいな人がそういうのに会うっていうのはね、悲しいよね。嫌なやつだよな。なんか仕事って嫌だね。でもなんかちゃんと捕まってほしいっていうか、まあ、そんななんか少年の腐った人間、普通にでも悪い、なんか鬼太郎、まあそのアニメのじゃないけど、なんかなんで鬼太郎が出てくるんだって、なんか鬼太郎が言ってたけど、ネズミ男がどうのこうので、そんなやつが排除されちゃうような世界はなおさらダメだみたいなこと言ってるけどさ、話が違うよな。別に善人が割り食うんだもん。悲しくない？なんか別に悪いやつが悪いやつ同士で潰し合うのは別にいいんだと思うんだけどさ、そういうターゲットがなんかさ、いつもなんかかわいそうな人ばっかになるんだよね。なんでだろうね。なんかさ、じじいに引き殺されたさ女の子もすごいなんかね、未来ある若者だし、そもそもがなんかそれでなんかライブ行く途中にじじいに引き殺されたみたいな、一瞬ならいいんだけど、すごい激痛のまま死んでくっていう。神も仏もいないってわかるよね。だってじじいにやっぱ車持たせちゃいけないしさ、なんかああいうの見るとさ、中二病みたいな考えでさ、避けられそうって思うじゃん。でも散歩したら分かったんだけど、避けられないんだよあれ、車には絶対。分かった、車からブーンって後ろから来るじゃん。あんなんかぶつかってきたら絶対に避けられないんだ。だっていちいち後ろ向かなきゃいけないんだよ。一時無視というか車向きながらみたいな、そういう歩き方じゃないと避けられないと思うんだよね。だ、嫌だね、じじいに殺される若者、超ムカつくじゃん。だって本当は多分そのさ、殺された娘の父親だってさ、絶対そのじじい絞め殺してやりたいじゃん。ムカつくじじいだなと思って、ババアもついでにぶん殴ってこうって思っちゃうと思うのよ。まあ、多分その人はいい人だから、いい人なのかもしれない、そんなことしないけど、でもな、やっぱじじいに持たせちゃいけないんだよな。もう便利とか言う前に、なんか黙れって言ってもう取り上げなきゃいけないよね、じじいから。なんかね、まあ、でも人間やっぱ自分が大事だからな。でも腹切りみたいなやっぱしなきゃいけないのかもしれないね。ちょっと今回は、本当に女の子を殺してしまいました、80のじじいですが、腹切りをさせていただきますみたいなさ、やっぱ死で償わなきゃいけないじゃないけど、過激な文化になっちゃうけどさ、そういうのも必要なのかもね。なんか事故ってほんと嫌だよな。よくわかんねえ、じじいに殺されるの、じじいに殺されるの一番ムカつくからな、やっぱり。まあ、誰に殺されたって俺はムカつくよ。殺されたらやっぱムカつくわ。でもなんでそんな死に方しなきゃいけないんだろうな、その子は。意味わからないな、世の中。
もうそもそもなんか運転がこんなに公共化してるのが俺おかしいと思う。俺はそういうのを見て俺運転免許証持たないから、俺人殺したくないからさ、俺絶対人殺すもん車。あの不注意がすごいんだよ俺、ちゃんと不注意がすごいから、俺は絶対車乗ったら2人くらいは殺しちゃうかもしれない。いや2人くらいは別に殺しはしないけど、絶対事故は起きちゃうと思うから嫌だなって思う。でめんどくさいじゃん、事故った時にさ、絶対いい人なけないから、めんどくさいやつだったらさ、もう大変じゃん。車乗らない方がいいよね。なんか車って便利なんだけどな。でも徒歩で歩くと今度はじじいに殺されるからね。自転車とかで乗ってたら今度はじじいに殺されるからさ、ムカつくな。うん、でもなんかやばいよね、乗れば乗るほど運転に自信が持つらしいね、じじいたち。最悪だねそれはね。うん、やっぱもうジジイアイランド作るしかないよ。もうそういうジジイたち全員を島に詰め込む、東京湾に作ろうぜ。なんか東京湾かどっかに作ろうぜ、ジジイ島。そういうのやっぱやった方がいいと思うんだよな。そういうやつらのジジイの楽園とギャンブラーの楽園を作んなきゃいけないと思うんだよ俺は。ギャンブルするやつとかさ、薬中とかさ、薬やる人とかいるじゃん。そこのギャンブルの町でさ、ギャンブルの島みたいな人工の島作ってさ、そこにみんな押し込まなきゃいけないよね。ヤクザもさ、マフィアも全員そこに押し込まなきゃいけないね。ヤクザ怖いもん、マフィア怖いもん。意味わかんないじゃん、銃持ってるって怖すぎじゃない。なんでよりによってさ、一番怖い人たちが銃持ってんだろうね。やばいよね。普通の人たちは銃持ってないけどさ、万が一殺される可能性あるじゃん、銃持ってたら。いや、一番怖い人が持つなよって。ね。おもろいよな。一番怖い人が持ってんの、なんかあんま意味ないけどね。性格が悪いやつがいるのもこの世界なんだろうな、まあ、環境だしな、別に性格の悪さなんて。親の愛情と環境でしょ。性格の悪いやつがどうせクソみたいな親父のもとで生まれてきたんだろうな。クソな親父とクソなお母さん、そうしてできてクソな子供。責めれないよねやっぱり。教養、バカを子供産んじゃいけないよな。なんて過激の内容な動画なんだ、ガキが。まあバカは子供産んじゃいけないよなって、そんなやばい動画ある？バカの子はバカって考えたら親は大変だな。俺は親にはなれねえ。子供お金かかりすぎるしなって言ってるけど、今ガキなんで言えてるんでね。大人になったらそういうこと言うでしょみたいなこと言ってるやつが結婚しそうで結婚しない、結婚しなさそうでしそうだけどしないだろうな。なんだかんだ言ってみんな結婚してんだな。でも俺人と付き合ったことがないからさ、マジで太ってると全然付き合えないよね。まあ高望みしたら絶対付き合えないんだろうね。でも俺理想が過ぎるから、
もう稼ぐしかないよね。すごい面白くは入れるけど別に、あの俺はすごい差別する人だけど、女の人って多分なんかあの面白いものを感じ取るセンサーっていうのは鈍ってると思うから、 A マッソは別ね。 A マッソは例外、あれはほぼ男で、そのなんか A マッソの動画で女だから面白さが半減してるとか言ってる人が言ったけど、面白いだろ、女性がさあ女が作ったラーメン食えへんねんって言ってんの。女性が言ってるからあんま嫌味ないと思うんだよ。俺それしか見えてないけど、あんま過激なコント見てないけどさ、おもろいと思うけどな。なんかそんなやつ嫌だよね。女がやってるからつまんないっていう、まあ、確かに大坂なおみ選手のなんかね、あいつがいるもんは漂白剤ですよみたいなねこと言ったか分かんないけど、それはでも反省してるらしいしね。反省してるんだったらいいや、面白いから別に、うん、面白いやつがなんか2、300くらい面白くないこと言ってもいいよ。面白くなくて過激なこと言ってもいいよ。1000回まで許そう。うん、金属バットもね、うん、いいよ、どんどん差別していいと思う。俺は別に金属バット面白いんで、面白い人はいっぱい差別できる。そんなわけはないですけど、やっぱりね、うん、すごい最低な内容になってるな。俺は本当はね、数字化目的のための話題になったけど、なんかすごい最低な動画になってるな。自己嫌悪2歩手前自己嫌悪しろよな、そこまで言ったらバカ子供産んじゃいけないって。でもやっぱ俺も賢くないし、だってバカって口に出すよね、そんな賢くないでしょ。すんごい賢いやつか俺でしょ。俺全然賢くないのに賢ぶってるからな、一番嫌じゃん、身にならない、最悪だよ。子育てって大変だろうな。もし自分の子供が、でも俺が産んだ子供絶対人殺すと思うんだよな。うん、絶対やっぱ無理難題っていうものが大体ふっかかってくるじゃん。うちの子供が人殺したらどうしよう。詫びたくないな。子供が粗相したせいでなんで俺が謝んなきゃいけないんだろう。親の責任か。そっか、そういうもんが出てくるのか。この責任はなんか未成年まで親の責任になるのか。ふざけんなよ、邪魔すんな、俺の人生。ムカついてきた。絶対子供産まない。養子にしよう。養子いっぱい取ろう。もう、別に。なんかさ、嫌だよね。なんかもう自己肯定感が、肯定感がなくなりすぎて、自分がセックスしてるとこ想像できないんですよ。うん、そのセックスの授業も受けてないし俺もう引きこもっちゃったから、ギリセックスのそういう授業とかね、性の授業保健体育で受ける直前で俺引きこもっちゃったから最悪です。あと俺はやっぱまだね肯定感が戻ってない。俺がセックスしちゃダメだろうって俺は思ってるんで、俺セックス縛りの人生なんですよ。俺はセックスしちゃいけないんだろうなって俺は思ってるんで、本当に俺がセックスしてるとこキモすぎるだろうと思ってるんで、やっぱもっとね痩せて、あ、俺はセックスしていい人間なんだってとこまでね、ちょっとその自己肯定感とかそのビジュアルを変えていきます。俺は絶対したくない、俺はセックスをしたくない。うん、セックスが許せるようになるまで痩せます。痩せたら俺は自分のセックスを許せるかもしれない。セックスよしってなるかもしれない。子供産めないもん、セックスしないと。セックスいっぱい言ってこう。今日はなんかセックスいっぱい言いたい気分だ。ほんと最低に最低を重ねていくな。最低の漆塗り。うわ、つまんな。つまんない部門の最低も来たな。漆塗りそんなよくわからないし。すごいぞ。最低三位一体。差別。
バカ子供産んじゃいけないって。でもな、絶対ヤンキーの子供がいじめするからさ、ヤンキー俺子供産んじゃいけないと思うんだよ。ヤンキー、やっぱ子供は愛情いっぱい育てなきゃいけないんだろうな。でもな、でも今俺は嫌だなって思ってるけど、大人になったら変わるんでしょうね。やっぱ考え方も下も変わっていくだろうし、考え方が変わってからやります。絶対俺は多分結婚してると思います。でも俺結婚式は月であげたい。理由は誰も来れないから。うん、あ、月にチャペルをさ、すごくね、マリオデッセイの月のチャペルってすごく良くない？俺月で結婚式やるわ、やるんだったら。俺どうしても俺結婚式はさ、未来の奥さんとだけでやりたいの。あとはなんか料理運ぶ人みたいな。俺誰も呼びたくないの、ムカつくから。俺泣くもん、気持ち悪いでしょ、泣いてるやつ。俺今ただでさえなんかね、涙腺がバグってるんですよ。俺葬式泣きワングランプリみたいなのやったら俺一番泣けるから。俺はあの友達のお父さんの葬式で多分一番泣きそうになるんですよ。でも頑張って泣かなかったですけど、俺は人のお父さんで誰よりも泣いちゃう自信があるので、人の葬式でね。うん、やっぱ泣かれてるとこってさ、見たくないわけよ。なんでこいつこんな泣いてんだよってなるじゃん。すっごい優しい子に育ちました。はい。ね。俺は、あと精神的に俺、精神が弱ってるから、これでもね。俺人の葬式やっぱ出たくない。辛いから、やっぱり。なんで俺は、でも葬式しないと忘れるね。うん。言ったけど忘れてるわ、全然。葬式しても忘れるわ。うん、別にそんな人間であんま大きな人が死んでないがね、もうすぐ死にそうな感じのはあるけど、死んでほしくないな、やっぱみんな。死んだら寂しいもんな、会えなくなるもんって言ってもう泣きそうだもん。誰の想像しているわけでもないけど、涙腺がバグってんの。俺1ヶ月に1回俺大泣きするんですよ。うん、この年でこんな泣いちゃうんだから、もう俺嫌だよ。もうもっと泣くじゃん、大人になればなるほど。恐ろしいな、そうなったら。俺が年取る頃には柴田理恵よりも泣いちゃうかもしれない。もう雑談してる中でふと幸せを感じてもう号泣しちゃうかもしれない。毎秒泣いちゃうかもしれない。俺は常に幸せを感じてるので、皆さんとは違って、ああ幸せだなって俺はね常に感じてるので、うん、あの自分の生活が豊かっていうんじゃなくて心が豊かなので、皆さんと違ってね、俺の心はね青空の草原、皆さんは工場排水たっぷりのドブ。うん、なんで俺はみんなにこの悪口言わなきゃいけないんだ。みんなに何かされたかな。まあ確かに俺悪口言われすぎてね、いやこのエピソード言おうと思ったけどつまんねえからやめろ。俺は YouTube で悪口を言われすぎて紙袋をかぶってた時期があります、スタバのね。うん、悪口言われすぎると人は紙袋をかぶって自分の顔を隠したがります。でも俺はもう悪口言うやつらをもう何もスルーに近い、スルーしてないけどね、別に見るけど、あこいつゴミだなって俺は本当に思うので、反応はしない、反応消すよ俺は。別にコメントが出るじゃん。でもすごいひどいこと喋ってんな、バカは。でも子供産んでかなきゃいけないんだろうな。いいよ、やっぱそんなの。なんで子供産んなきゃいけないんだよ。うるせえ。マジで。うるさいですね。ほんとうるさい。やんなくていいよね、別に。国のためだろ。加藤純一さんは言うけど、ブスと結婚しなきゃいけないって言ってくる。絶対嫌だ。なんで俺がそんな嫌な生活。見たけのあった人と結婚って。いや俺は理想を追い求めるよ、ガキだからね。で独身でいいです。でも俺は大人になってもいい人でいられるのかな。
そんないられないと思うな、いい人。今ちょっといい人じゃないもん。うん。まあ、でもいい人か、別に。いや、絶対俺はいい人だよ。神戸でね、職員いじめてるやつで絶対俺はいい人だから、その自信はある。うん。あとは脱税しないように気をつける。税払いたくないな。過激な雑談すればいいと思ってるな。でも子供産んじゃうんだろうな。悲しいよね、人間って。なんかさ、不幸な子供を産んじゃうじゃん。自分の欲に負けて、性欲に負けてさ。やっぱ基本的になんかね、セックスが好きな人間ってみんなつまんなくない？やっぱりセックスすればするほどつまんなくなってるけど、あれ、人間としてセックスをしたら面白くなくなると思ってるんで、もうそれは違うと思うんで。ツイッターで童貞芸をしてるやつね。うん。でも俺は逆にそういうことをしたらつまんなくなると思う。いや、俺は自己肯定感がすごい低いんだよ。でも自分の面白さに対してだけ圧倒的な自信があるの。まあでも確かに松本人志に1週間粘着して悪口言われたら確かにしょぼんってするかもしれない。俺は松本人志がもう1週間なんかもうね、あいつつまんないですからねって、もういろんな番組でずっとやれたら確かに俺の自信はなくなっちゃうかもしれない。それは自信なくなるだろ。ね。人志松本の滑らない話で、俺がつまらないっていう話をめちゃくちゃ面白く話されて。ね。ね。で、なぜか人志松本ダイスで5連続来て、その話を手を変え品を変えてやられて、で、全部滑んなくて。で、俺のディスリバッグがね。続いてるさすがにそれはきつい。身が持たないよ。で、なんか俺が面白いと思う全員叩かれて、なんかあれですね、誰に褒められたら一番いいかな、桑畑理恵みたいな、ああいう人にね、なんか褒められたらおしまいだなって思う。それされたら一番きついよ。あんまいないよな。まあ、したことがないからっていうのもあるけどさ、自分がセックスをすることを許されてないって人あんまいないでしょ。でもしたことないが、なるべくしないで生きていこう。トラブルとかめんどくさそうじゃないか、そういうのって。いいや、もう仕方なんてわかんないもん。わかんないことはしなくていいでしょ。やめよう。酒も飲まない。セックスもしない。ギャンブルもしない。それで何が楽しいのって言ったやつを全員片っ端から殺していく。そういう人生。殺人じゃん、それは。別に、お前がつまんないだけだよって。お前の人生がしょうもないだけだよって。言ってやりゃいいんだよ。俺は喋ってるだけで楽しいから。お前は落ちて死ね。なんだろうな。そんな人生何が楽しいのってやつマジでムカつくな。お前の人生つまんなそうだな。お前の物差し細くて短ちっちゃね、一円玉かと思ったね。よくわかりません、その例え、ね、物を測るには小さすぎるよその物差しでは。
フロントガラスの男もどうでもいいわ別に。多分なんかでもなんかツイッターの人でさ、私はそういう見ず知らずの人精神障害と断定できることはできない、 なぜなら医者ではないからみたいなこと言ってる人いる。多分俺病気だと思うな、まあ、病気だからって済ましていいわけじゃないんだけど、で俺無職で事件するやつ全精神病だと思ってるから、まあ俺が精神病であるように、うん、俺多分ちょっとね精神病入ってるから、そのまま直さないでズルズル来て、なんかポジティブだけでギリギリやってる感じだから、俺はなぜかポジティブ、ポジティブだけど鬱になる、層がずっと続いてる感じ、層と鬱がある、風呂と歯磨きができないっていう、できるんだけどできないんですよ、明らかに鬱じゃん、でもなぜかめちゃくちゃ元気っていう、元気だなぁ、でも鬱だ、それか単純に風呂入るのめんどくさすぎるだけか、いやでもめんどくさいのって明らかに病気だからな、気だるさみたいな、あでも精神病だからって言ってね刑が軽くなるのはおかしいけど怖いなって思うよね。でもいっぱい精神病いるだろうからな、なんか俺もなんかそういうひどい時期あったけど人に当たんなくてよかった、本当に何もしなくてよかったな、お紙一重だもん、俺もねえ雑談楽しいな、 YouTube の話でもするか、どうやったら人気なんだろうな、でも人気じゃないんでお金、コアなファンが欲しいんだったらやり続けるしかないけど、やり続けるためには仕事しなきゃいけないんだよ、でも仕事を俺したくないんだよ、じゃあ人気になって金稼ぐ、人気になって俺のコアなファンを集めていくしかない、だから売り方は大切だね、コアなファンがつきやすい売り方でやっていかなきゃ、俺可愛さとかっこよさと両、あの可愛さかっこよさと面白さと俺両立しないと思ってるんだよ、かっこいい人間は面白いこと言えないと思ってるから、うん、悲しいな、デブで人気なの京一郎さんくらいしかいないし、でもあそこまでデブにはなれないもんな、なあでも俺嫌だな、なんだかんだ言って京一郎さんより早く死んだら嫌だな、もう気をつけよう、今痩せてる最中なんですよ、これでも続けることだと思うんですよ、やっぱりもう頑張って続けなきゃ、頑張って続けよう、続けないと絶対効果は出ない、絶対そんなすぐできない、ハンドクラップダンスもきつそうだし、あれはやんない、絶対続かないから、てか1日30分ってつらすぎる、シャドーボクシングも1日30分やったらどうなんだろうな、ね、いやそんなできないよ、いけないんだろうね、大変だね、でもみんなお金ないから産めなくてしょうがなくね、不幸な子供を産んじゃうんだよお金がないと、やっぱりある程度お金がないとさ、そっからじゃんやっぱり、だから親はやっぱ教養とかそういうのつけなきゃいけないんだよな、品性っていうかさ、
子供にも立派に育ってもらうためにそういうのしなきゃいけないんだろうな。俺にはないし。でもジジイになってまだやりたいことがあったらいいけどね。別に俺喋り続けたいだけなんだよな、ずっと。もう喋ること以外やりたくないんで俺。まあ飯食いながら喋るか、もうとにかく喋るのが好き。俺は本当散歩しながら喋りたい。散歩すると面白いもんがいっぱい飛び込んでくるじゃん。でもそういうことしちゃうとさ、あのガチの変態になっちゃうじゃんね。街で一番危ない人になっちゃうから、それはできない。歩いて喋るのは多分楽しいだろうな。でも口の中にいっぱい虫入ってきそう、喋ってるから。喋って歩くの楽しいだろうな。俺もね、喋るのがすごい好きなんで、ホームセンターとか行っても本当はずっとホームセンター実況したいんだよ。うわー、こういうものあるんだなーみたいなこと。やっぱ俺喋るの本当に好きなんだよ。俺は一人暮らしで喋っていいって環境が出てたらずっと喋っちゃうかもしれない。てかさ、おかしいじゃん、完全に病気なの。俺は1時間くらいずっと何にもない状況で喋ってる。誰も人もいないし。それをもう3年続けてるから、3年続けてない、まあまだ 1,2 年かなやってるから、完全に病的に俺は好きになっちゃってる、喋ることがね。これが一番楽しいな、喋ってる時が。喋ってる時の時間の流れすごいんだよ。だってもう40分でしょ、ボーっと喋ってたら。もう40分喋っちゃうんだよ。まあでも俺いつも1時間しか喋んないね。1時間からなんかペースダウンしていくんだよな、ね。まあ、単純に1時間経つと大体お母さんとかお父さんが帰ってくるから喋れなくなるってだけなんだけど。楽しいな喋るの。本当は生放送ができれば人って来やすいと思うんだよ。生放送俺コメントに待っちゃうんだよ。そしたらコメントの質に左右されるの俺の面白さ。でも基本的にコメントって面白くないじゃん、悪く言うようだけどさ。俺の方が絶対的に面白いの。どんなに頑張っても俺の10分の1しかくらいしか多分コメントって面白くできないし、どんな奇跡の連続が起ころうとも俺より面白くなることってないのね。面白自慢してくる人だ。コメントって基本的に面白くないからね。だから一人でやるのがいいんだけど、それだと俺だけが楽しくなっちゃうんだよな。みんなも楽しくて俺も楽しいことをするためには生放送やるしかない。多分俺が今 YouTuber の中で一番面白いから、やっぱり世界で一番面白い YouTuber だ、あれ俺。でも芸人含むとやっぱだめ、芸人って面白い人めちゃくちゃいるって最近気づいて。めちゃくちゃいるじゃん。俺は自分は世界で40番目くらいに面白いと思ったけど、多分もうこれで俺600番目くらいかもしれない。下手したら芸人の数どれくらいいんだろう、面白い芸人の数。やばいな、芸人強いな。今芸人の中で言うと俺はどれぐらいだろうな、下の中くらいの面白さであってほしいな。下の中だからな、まだやっぱ上の上までいかないとみんな見てもらえないわけじゃん。まあでも俺はこのスタイルを続けていくな。なんでかってこれしか俺にはできないから。なんかさ、計画とか立てようと思ったけど、俺が今できることってチャンネル登録者1万人行きましたって嘘つくことだけなんだよ。なんでかって言うと、わかんない。俺はチャンネル登録者報告っていうのしたくてしょうがない。でも、チャンネル登録者が伸びないから、嘘つくしかない。言霊を利用する。ということで、バイバイ。